皆さんごきげんよう <laughs>、えー。次の課に入りましょう。パリ語第21課。えー、過去分詞です。うーん、重要そうですね。現在分詞が終わったので、次に過去分詞です <laughs>、えー。もちろん英語の、えー、ED ですね。プレイドとかね。あるいは、あ不知足変化で、えー、Go went gone のゴーンとかね。ああいうその お過去のお状況を表す分子ですね。名詞あごめんなさい分子は名詞分子は名詞覚えてますかだからこれも過去分子ですから変化形は名詞の変化をします。いいですねそれをまず念頭に置いて、えー、178ページから見ていきましょうか。えー、過去受動分子英語ならば ED をつけますがうーん。 カーリののの場合には別のものをつけますけるのは何かと言いますと、えー、その178ページのところに書いてありますけども、えー、これはあの文法的な歴史なんかが書いてあるのでこれはまあ読んでも読まなくてもいいですが、えー、大事なのはそそれからいたそれかかららもう私ここに書き込んでおきましたんでこれ見てください。 これ赤い文字「た」「いた」「な」この3つこの3つのどれかを動詞の語根かあるいは変化形ですね変化の,あのババティのところとかそういうそのへあの三人称であの変化したあの形につけるか語根につけるかそれはいろいろですけどもともかく動詞の形の後ろに「た」 いたな、名をつけるもうこれだけですこれが、えー、過去分子のあの、えー、作り方で変化もついでに言ってしまいましょうもう簡単なんです全部これあで終わってるでしょあで終わってるでしょだからこの、えー、過去分子をこれ形容しますから何かにかかりますからねかかる相手が男性だったらあで終わる男性名詞の変化をさせればいいです相手が女性名詞だったら アー,、ね、ーの形の女性名詞変化をする中性ならばアンでしたねアンの形で変化させるというもう最初に習ったあの男性女性中性のア「あああ」あの3つの形で全部変化します単純でしょ単純でしょ。で、えー、難しいことはないのですが非常によく出てきますので慣れておく必要があります。つつになりましょう1つは どんなな形になるのか動詞がどんな形に変わるか「た」とか「いた」をつけたらどうなるかで「なったもの」をどう使って訳すか翻訳するかこの 2, 2点に焦点が絞られますね。それでまず178ページから179180181ですか、えー、そこまでが「形です」「た」とか「いた」をつけたらどうなるか。 でこれいろいろと区分けしてあってこういう場合にはこうなりますこういう場合にはこうなりますって言いますがこれ一つ一つ覚えてったらもう全然頭入りませんからえもうそのものに慣れていきますそのものを見ていきます。179ページの一番最初のところにババティね例のババティえ気になります。ババティをあの過去受動分子にしたらどううなるのかというといババではありません これは語根の方のブーを使います元のの形ね語根の方を使って三人称単数現在じゃなくて語根の方に「た」をつけるのでブータ「ブータ」「ブータ」「ブータ」「ビータ」ータータ「ヤータ」ニータ「ニータ」って <laughs> こ,こういうパターンねそれからその次はえー、あのー、これはねちょっと覚えとくといいと思います、えー、最初が「ピバティ」「ノム」ですねでこれは「パー」「ピバティ」なんですが「 このピバティの、お、語根のパーに板をつけると、パー板。になるんですが、その場合にはパーが抜けて、後ろの板。が、生き残るので、ピータになるんです。ピータ、パー、ピータ、パー,ピー、パーピータ。まあ、見た、まあ、見た。いいですか。見た、測られた。わかりますか。見た。あ、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 見た。わかります。 見たは測られたでしょで分子は名詞なんです分子は名詞だからその頭にあをつけると否定になるんです名詞と一緒でわかりますかだから見たにあがつくと測られなかった測られないということで、えー、測り測り知れないということで無料になるそれがあ見たです分かったわかりましたか だから見た覚えといてくださいね。それからよく使うあのタツというティッタティ。ティッタティはティタです。ティタです。もうねこういう形で覚えましょう。パターンでね。であとは、えー、かその次へ行きますと今度はこれあのそのまま板が生き残るので、えー、カティタクピタパティタカーディタパジタです。よろしいですか。だからこれね。 あの二つ目の三角形と三つ目の三角形はなんか違う規則でできているように書いてありますが覚える段階ではみんな一緒なんです全部板で覚えましょうというだけの話ですいいですかピータ、ミタ、ティタ、カティタ、カクピタ、パティタ、カーディタ、パチタわかりますパターンがもう頭に入ったでしょう耳で覚えたでしょう板とかねこういう形これ過去分詞だということがわかるわけです その次のページ180いきましょうか。うん、いっぱいあります。えー、一番最初はこれね、あの、えー、前のシインとタがダブルで重なって、そして T が強い T の方が強いので、前のシインが T に変わっちゃって TT というあの T の連続に変わるというパターンです。わかりますか。これはね、ちょっと覚えておくといいです。あの意識して覚えておくといいです。ブッタブッタ。 ブッダじゃないはブッジュブンジャティという食べるという動詞の過去分詞形なんですねブッダムッタグッタクッダラッダそしてその次がブッダブッダこれはブッジャティブッジャティつまり目が覚めるブッドという動詞の過去分詞形でありましたこれがブッダなんですねよろしゅうございますか だから目が覚めたというもうも過去になってるわけです過去に目が覚めた人今はもう目が覚めたまんまでそのままいるわけだよね。で「だ,、えー、だった」ですね。あのこれもまたねあの水野先生の辞書は親切に過去分子からも弾けるようになってますのでそれほどビビらずにゆっくりゆっくり頭に入れていきましょう。それからその「次ですね、えー、その「次はえー、あの「 これれはの形なんですけれども、えー、例えばね、ま、3つ目に「えー、ガッチャ」って「ガムガッチャ」ってあるでしょガムガッチャ」ってあるでしょこれ語根から「タ」つける語根に「タ」つけると素直に読むと「ガムタ」になるはずなんですねガムタになるはずなんだけども、えー、場合によってこういう動詞においては「ムー」とか「なん」とかっていうその語根の最後のシーンを抜いてしまうんです。取ってしまう。 そうするとガムタじゃなくてガタになるんです。わかりますか。これガッチャティの例で一つ覚えておいてください。こういうのはあると。ガムがガタになる。後ろの子音が抜けちゃうんだと。わかりますか。そうすると、例えば一番最初はハン。ハンは殺すという動詞ですが。ハンタじゃなくてハタ。ジャンタ、生まれたはジャンタじゃなくて、ジャータ。ですね。ジャータか。ジャータか。ジャータかのジャータ。それからガタ。 えー、タターガタタターガタ如来です鳥来ですタターガタこれをタターガタと読むかタターアーガタと読むか難しいところですねわからないんですこれどっちが元々かわからないんですタターガタと書いてあるとこのアーはタタガタなのかタタプラスアーガタでサンで一つのアになっているのかここが 区別がつきにくい、漢文に翻訳した。漢訳者は漢文の人はああ型だと思いました。だから女ライト訳したんですね。これ、多々型と訳すと女なんだか行くんだから女王とかなんか行くっていう動詞。あの感じに変わるはずなんですが、えー、翻訳した人は多々あー型だろうと思ったので女ライト訳したんですね。ああ、ガタガタ。これはガッチャっていうのを？ 過去分詞です覚えてくださいあと、えー、次がカローティカローティの過去分詞は肩です肩肩ですサンスクリットだと肩じゃなくてクリタになるんですよねまあまあそれはいいでしょうそれからその次が死んだ死ぬという動詞マラティの,どあの過去分詞はまたですまたそれで、えー、あとその下に次は「な」をつける方「な」をつける方で ジーナですね。ジーナそれから、えー、リーナなど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 がここに来ております。なで終わるのもあるのでこれも頭に入れとかないといけませんね。ジーナリーナキーナルーナリキルそれから181ページに行きますとこの一番最初の枠はちょっと注意してください。えー、ここはね、あのー、さっきはほら。 シインとティーが続いた場合にティーの方がタが強いので前のシインがティーに変わっちゃって TT になるって言ったでしょう。うこれはティーが強いんです。ところが今やってるこれは何々に名が付くとねナは弱いんですねこれ。ナは弱弱めなんでね。弱いとどうなるかっていうと前のシインが勝って前のシインが連続して名が消えてしまうという現象です。でラグラグ がらが、ええー、にむじゅながにむが、じがじに変わりますけどね。で、さっとな、この場合には、えぬが強い。難しいですね。えぬが強かったり弱かったりするので。いずれにしても、いずれにしても、二つ子音が並ぶことになるんです。同じシーンがね。こっちはなが強いやつだから、さっとながさんな。になって、ちっとながちんな。プールながプンな。ええー、ジールながジンな。となります。 はい、まあ、あのビビらずに、えー、水野先生の辞書さえあれば何とでもなりますよろしいですかえー、とあとまああもう一つ2番目の枠の一番最初はあの、えー、覚えておいてください「ディンナ」「ディンナ」これ与える「ダダーティ」という大変重要なあの動詞ですねこれくるくるも回る <laughs> あの動詞で、えー、その、えー、ダダーティのあの 過去分詞はディンナです「ディンナ」です。これはもうって,てくださいねそれから「だった」もあります。その下の、えー、3つ目の枠の一番最初にもう一つのダダーチの過去分詞でダッタ「だった」と「ディンナ」と両方あるということだね。デーバ・だった。デーバ・だった。だったですね。はいそこまでよろしいでしょうか。これれもね慣れですから 23回この枠のやつ全部ね口に出して唱えてみてくださいで耳から入れといてくださいはい次用法に入ります用法ですけどもまず過去受動分子と呼ばれていますからこの分子にはもともと受け身の意味が含まれていますだから「何々た」「何々なで」で終わるこの過去分子は「何々された」という意味をもともと持ちます。 よろしいですね何々されたという意味を持ちます。例えばそれが182ページの一番頭のところに「パチタ」「パチュパチャティ」「パチャティ」「調理する」それの過去分子だから「パチタ」「調理された」えー「ビータ」これは「怖がらせる」という動詞の過去分子なので「ビータ」で「怯えた」というふうにこれみんな あ、怖い。爪要するに怖がらせられたみたいな。そんな意味ですよね。だからこれみんなあの過去の受け身なんです。だけどもここが大事。何でもかんでも受け身で訳してはいけません。場合によっては単なる過去形として使われることも非常に多いんです。英語の過去分詞もね。英語の過去分詞も be 動詞プラス過去分詞で出てくると受け身形なんですが。 ハブとかはずプラス過去分詞で出てくると、もう受け身の意味はなくなって単なる完了形になりましたね。過去形になったね。だから、あの過去分詞というのは受動の意味があるけれども、能動の意味にいくらでも変わるんです。だから、それはね。その文章の何て言うかな？あの文脈ですね。によって我々は判断する必要があるわけです。 例えば4行目に「ただし」ってやってね文脈により能動と受動両方の意味を表すこともあるとこれとっても大事なんです。ババフフススタタはたくさんというのはあの聞くという動詞ですねシュルティの聞くという動詞の過去分詞なので本来であれば聞かれた聞かれたなんですね。だからバフスタをもし受け身で訳すと たた。くさんのことを聞かれただから私のことがみんなに聞かれてしまったというそういう意味になるんですがこれ違うんです。ここの「スタは単なる「聞く」という動詞の過去形なのでバフスタはたくさん聞いたんです私がこれアナンのことです多聞、多くのことを聞いた多聞の元の言語ねこれはだから受け身入ってないそれに対してビスタ「ビスタ」「ビスタ」というのがあってね これの b っていうのは広いという意味の窃盗字なので広く今度は聞かれたのになるんですね。広く聞かれてるから、みんなが知っている。みんなに知られは知られている。あのみんながに知れ渡ったという。そういう意味になって。こっちは受け身なんですね。だからこれなんかも。あの文脈で判断してねということであります。はい、それから2番目の三角形が先ほど言いましたが。 えー、変化はどういう変化ですか?」って言った場合に「えー、あああ男性女性中性それぞれもう習ったあの形で変化すればいいんですと」とそれから、えー、過去その次の参加っていう過去受動分子は動詞の過去形としても用いられる過去形で使ってもいいんだとアオリストの代わりにそこへ分子持ってきてもいいんですでその場合受け身の意味入りませんね入りませんね まあ入る場合もあるね、両方ありますね。これもあの文脈で受け身を入れるか入れないかは判断する必要があります。で、えー、っとこの場合も就職する名詞の名詞や代名詞と同じ整数格、つまりあのなんていう、つながっているその名詞と同じ整数格にしてくださいよというわけです。これあのこの間やった現在分詞と同じことですね。一番簡単なのはそうがとうそうがとう彼は 行かれたじゃおかしいんです。ここはね、彼は行ったです。だからガタは単なるカゴケ、ね、上がっちゃつですね。あの、あ、そうか、えー、それですね、えー。ガッチャティのカゴケになるわけですね。と同じ意味になります。そうかと。それから二、えー、番目、ブッデーナバガバタダンモーディスト。これはね、受け身で訳さないといけないんです。意味は 仏仏なにによってバガバタ世尊によっっててだからこれかけていきますから仏世尊によって法が主語は法です。でしたこれはとく人に示すという動詞の過去分子形なので法がいたではおかしいんですね法は必ず解かれるものですからそういう判断によってしかもその前にあの「 インストルメンタルが来てるから、これが主語に決まってますね。そうすると、物世尊によって、法がとくれば。次の過去分子を問いたじゃ、絶対おかしいので、解かれましたと、こうなるわけですね。物世尊によって、法が解かれましたと、いうふうに。受け身形で確定するということになります。次に、ブッデーナ、弟子と断語、スバーカーとですね。えー、っと、スバーカーとっていうのは。 「す」っていうのは一番最初につくと「とてもよく」っていう意味です素晴らしい「ウェル」っていう意味ね「すばーーアーカット」で「す、え、アーカット」で「解かれた」「よく解かれた」「立派にと解き示されました」という意味でこの場合には仏によってですね次がね「泥子とダンマで「ン魔」でこれはまさに形容詞としてダン魔にかかってるわけです。現在文詞もそうだったでしょ。彼は何々していいますという役役もあれば 何々している彼は何々しますとこういう役もあったねあれと同じように過去分子形も、えー、他の語に就職します就職しますとこれは子と断毛です「子たそうするとこれは絶対に受け身ですね解かれた方ね解いた方じゃありませんね解かれた方で、えー、仏によってです仏によって解かれた方は「 よく説かれたものである。素晴らしく説かれています。とこうなるわけですね。そこまでよろしいですか。はい。あと、まあ、いろいろ同じようなものがあるから読んでみてください。183ページ、えー、絶対に一つだけ覚えておいてください。えっ、ー、と、上から10行目かな、6、の9行目ですね。A バム、メスタム。A バム、名スタム。覚えました口に出して言ってくださいね。A バム、イスタム。 ーーガーモンです。ん私はこの「名」というのは「私によって」という「えー、私」という代名詞のインストルメンタル形です「私によって」で「A 番」は次のようにこのようにでそこに「スタム」「スタ」「聞く」という動詞の過去受動分詞でここは明らかに受け身の意味しか取れません。 私によって次のよように聞かれましたですねよろしいですかで漢字に直すと「尿税我文」「書くのごとく我聞けり」とこうなるわけでアナウンサーが言ってるとこれは一つ覚えておきましょうね。えー、っとあと183ページだと真ん中辺ちょっと下にこの四角の枠がありますが、えー、これはね 場合によっては過去受動分子そのもの1語で就職しないでもう名詞として働く場合もありますよと何々されたとか何々したとかいうそういう意味はなくなって何々という名詞に変わっちゃったものもあるんです、えー、っと一番最初がジービタ。これは、えー、ジーバティ生きるという動詞の過去受動分子だから本当ならば「生きた」とか「生きられた」 という意味になるはずなんですが、もうジビタだけで、えー、中性名詞になって命という名詞になってるんです。これで独立しちゃったわけね。あまあ、よく使うからもう生きたライオンとかね、ジ、えー、ビタないないって使われてたものがいつの間にかジビタだけでこれもう命という意味になっちゃったというわけですね。あとドゥッダこれは絞られたというものがあの牛乳になったんですね。 それから歌われた、歌われたと言ってるうちにこれが歌になってしまいましたギータ、バカバットギータそこまでよろしいですかもう一つよく使うの183ページの21-4の過去受動分詞の要例の最初ウパーサコーブッダンサラナンガトブッダンサラナンガッチャーミダンマンサラナンガッチャーミあの3形分の あれ,あれの、まあ、関連語で「ウパーサコウブッダンサラ」なんかと「ウパーサカ」ウパーサカつまり「ウバソク」ですね男性在家信者はブッダという消え所これ本当は避難所ですね、えー、あのなんていうか危険から逃れる場所ですねこれがサラなんですね。だからあのウパーソクはブッダという 帰省にガトウだからこれは受け身じゃなくて能動の意味で単なる過去と訳して行ったということでさあのぶったという帰省に行ったわけですそこまでよろしいですかはい過去受動分子は以上で終わります次に百八十四ページにちょっとだけ過去能動分子あんまり出てきませんがあんまり出てきませんが能動分子なのでうんまあ要するに 過去,過去受動分子のうちの受け身の意味がなくなって必ず能動の意味で使う過去分子だと思ったらいいですねであんまり出てこないんですがこれはどんな作り方をするかというと過去分子にあの「ワント」現在分子の「ワント」系ねあれをくっつけるんですすごいね2つくっつける。 バンンををつけて、あのバントの変化をさせるというそんだけだ例えば、えー、ここの3番目にカ「カローティ」「カローティ」「カローティ」の過去分子はさっき勉強したばっかりで「肩でした「肩ですねカ「カローティはカタ」は肩そうするとその肩を作ってそれにさらに「ヴァント」をつけて「型ヴァント」という形にするそうすると「過去で」でしかも「能動」なんだと「受動」じゃありませんよという意味が出てくるので「 必ず意味は「行った」という意味になって「行われた」という意味は絶対出ないというそういう時に使うわけなんですね。これ「た」「板」「な」これで終わっているものが出てきた場合それからもう一つは「死因」が連続している場合この場合は「タとか「た」とか「な」が消えちゃって。 他のシーンに変わる場合もあるけれども、その場合も必ずシーンが連続して同じシーンが2つある。こういうものが、まあ、動詞の動詞らしい場所に何かあったら、でそれなのに名詞の変化してたら過去受動分詞です。正しいですね。もうぐちゃぐちゃ言わなくても慣れですから、あのすぐわかる。もうどれぐらい出ますかって言ったら、もう各文章ごとに出るぐらいの頻度で。 この化学分子は対応されますからすぐに慣れると思いますはい練習問題 B をやってくださいなかなか忙しくなってきましたけれどもどうぞ気を抜かずに続けてくださいねはいそれじゃあ今日はこれで終わりますごきげんよう